人間には人から愛されたいという欲求があります。私たちは人から愛されることで、やっぱり自分は愛される価値のある存在なんだと満足することができます。心は常に揺れ動いているので、承認欲求が満たされた状態が永遠に続くことはありません。自分には愛される価値があるから大丈夫という充足感は、時間の経過とともにだんだんと静まっていきます。そして、自分は愛される価値のある人間だという感覚が弱くなってくると、また人から愛されたいと求めるようになります。私たちは、自分は愛される価値のある存在だという感覚を得ることができないと、生きることが苦しくなります。私たちが健全な精神状態を維持するためには、不足感が生まれるたびに、自分には愛される価値があるから大丈夫という感覚の補給をする必要があります。私たちは承認欲求を消すことはできません。私たちが生きていくためには、自分には愛される価値があると人から認めてもらう必要があります。人とは自分と自分以外の人間です。自分を認めてあげられるのは自分か他人しかいません。自分で自分のことを認めてあげないと、自分を認める存在が他人になります。自分が自分のことを愛してあげないと、他人からの愛を求めるようになります。自分はダメだと否定することで、自分は愛されていないという不足感が強くなります。自己否定をすればするほど欠如感が強くなり、激しく他人の愛を求めるようになります。どうか私を価値のある存在として認めてください。それだけじゃ足りないんで、もっと私を愛してください、と求めずにはいられなくなります。どれだけ他人から愛されても、いや、私はダメな人間なんで、愛される価値はありません、と否定していたら、心が満たされることはありません。他人から愛を与えられても、それを受け取らなければ、自分が満たされることはありません。自分をダメだと否定していると、どれだけ他人から愛されても満たされることはありません。人から愛されたいという欲求を満たすためには、自己否定をやめる必要があります。そのままの自分を認めることで、他人からの愛を受け取ることができるようになります。そのままの自分を認めるとは、弱いところやできないことがある自分を受け入れるということです。弱いところがある自分、できないことがある自分を許してあげるというのが、自分を愛すということです。弱いところがある自分を守ってあげたいと思うのが、自分を愛すということです。できないことがある自分を幸せにしてあげたいと思うのが、自分を愛すということです。人を愛すとは、弱い人間を守ってあげたいと思うことです。できないことがある人間の幸せを願うことが、人を愛すということです。私たちは完璧な人間を愛すことはできません。私たちは弱さのない人間を愛すことはできません。親が子供を愛すのは、子供が弱いからです。親が赤ちゃんに対して、「お前は弱いからダメな人間だ。お前は弱いから愛される価値はない」というのがおかしいように、弱いところがある自分をダメだと否定するのはおかしなことです。あなたにはできないことがあるから自分を愛すことができます。あなたの弱さは嫌うところではなく、愛すべきところです。あなたは自分の弱さを愛すことで、自分の弱さを愛してくれる他人の言葉を受け取ることができるようになります。愛し合うとは、お互いが相手の弱さを受け入れることです。
お互いができないことがある相手の幸せを願うことです。ということで、自分の弱さを認めることで、人から愛されたいという欲求を満たしてあげてほしいと思います。できないことがある自分を愛してもいいんだよと許可することで、自分からの愛を受け取れる状態を作っていきましょう。弱い自分が愛されてもいいんだよと語りかけることで、他人からの愛を受け取れる自分を作っていきましょう。